はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、あれです。あ、まだタイトル考えてね、考えてくれよったな。じゃあ、ゴエモンのパート3ですね。よろしくお願いします。なんですけど、この旅日記ね、また改めて入れ直して、いろいろね、入れ直してみたんだけど、これ私、R のエビス丸は、未だに復活できないという、緊急事態となって、これ結局今ね、X の一人旅、振動中になってしまったわけなんだが、え、どうする今に店入るじゃん。店？せっかくだから。そうだね。一人家になっててるし。うん。クイズはいかが？どんなクイズなんだろう、ね、これね、絶対わかんなかったと思う。え、リアルクイズなの？いや。博識が問われんの？いや、違うね。なぞなぞがやりようかさ。ちょっと俺復活できないんだけど。俺、くだられんの？あれ飾りだから。うん。足の指？なくね？あ、俺が、これ押すのか。説明しろや、まず。やり方を。早押し。俺何もやってないですよ、エビスマンですけど、うん。多分あれコンピューターですよ。待って待って、早押し早すぎなんで。釣り鐘の周りにいた敵？火の玉今間違えてたから。でもさ、あれ？火の玉だったじゃん。え、何？さっきの2ステージなのか。あー、うん。それダメでしょ。手は何本でしょ、どうせ。足でしょ。あ、早押しだから、これあれなんだ。そうだ、いつでもいい。問題。勝った。これ長くね？大丈夫？多分これ一番上まで行ったら、うん、勝ちなのね。ああ、これ余裕ほら。問題覚えちゃえば。まあね。うん。余裕。でもクイズってそんなもんなんじゃないの？勝った。そのリアルなクイズ。おお。あれ？これクイズするのに今、いくらかけた俺。わかんない。いや、でももともと300円ぐらいだったから、うん、300円だったから、変わってないじゃん。参加は自由みたいな。勝ったらほら300両ももらえるよ。はい。めちゃくちゃいいじゃんこれ。いいね。うん。だけど俺には全くあれいいわ。あれこれ1個いくら？え？10両じゃん。そうだよ。なんかふざけてやってるよりさっさと集めた方がいやいいかもしんない。何が？あの敵殴って集めた方が早いかもしんない。300両って。でも危なくなくない？何？各ゲームがさ、各ゲームなんだ。これ1回100両だからね、めちゃくちゃ高いよね。どう考えても船さっき50両だったんでね。うん、これやっちゃダメゲーだな。やっぱお金に余裕がない。これ先々あるでしょ、まだ。もう少し先行って。ないっけ？壁崩し。グラディウス。グラディウス。グラディウスはね、もし見たい方はグラディウスの動画を見てください。やっているんで、壁崩しってなんだ？じゃ壁崩しだけやる？一人しかいねえからバカにしやがって。ああ復活の壁、意味が分かんない。レーザーなんだか分かんないのにレーザーでいいやとか言っちゃって。これさ、なんか名前あるんだよね、ちゃんとした。こういうやつ。これ レーザーは何なんですか。レーザーは俺がチュンチュン打って。違う意味は。あれじゃん、あのブロックにダメージじゃね。あー、打ってくださいよ。もうゼロだ、ゼロ。左下の数字があったから。はい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 、はい、あれがゼロでゼロですね。あー、これは加速したいな。あ、B ダッシュあるよこれ。え？ B ダッシュあるよ。お前の B ダッシュじゃねえよ。これ動画自体を加速したいっつってんだよ俺は。あー、好きにしてくれよ。いや、できんだけどね、これ音がね、入らねえんだよ。あー、いいじゃん。いや、ソフトがあるからできるんだけど、ソフトがあると別のソフト。今の超マックスじゃん。うるせえよ。あ、弾のスピードが上がってきた。それ上がるだろう。つまんねえだろ、ブロック崩しで。スピード上がんねえとか。え、超簡単じゃん、お前。いや、だってさ、一つのステージで上がっていくことってなくない？そんなに。いや、そんなことないでしょ。マジで？うん。マジで？やべ、早い。これも、まあ、コナミのゲームなんで、グラディウスもコナミのゲームだけど、この壁崩しっていうのもコナミのゲームなのかな。どうだろうね。こんなゲーム言う。あ、背景の顔がムカつくんだけど。あれは何？月かな。なんだろうね。梅干しじゃない？あ、梅干し死ね。
勝ったほらレーザーいいよレーザーいいけどただ疑問なのは、うん、あれえっ一面で終わりもう早く行けよもうステージにこれひどくねひどい楽しくもなんともねえよマジでひでえこれ多分今のちっちゃい子にやらせても人と同じこと言うんだろうね何これ何これひどいわこうなんだっけなんだっけ宝くじご飯だご飯あご飯かてかおにぎりおにぎりはいどうして宝くじね、うん、では疑問なのはエビスマンが復活するときは来るのかっていうことですよあの死ねば復活するんじゃないですかねウェボンがうんそうなのかな、まあ、かわいいするでしょうどう考えてもそうかなあ、これだよ、これこれこれの方が絶対金入るわ初版うんはい農館でしょ、これ農館でしょ農館って何シゴロサイとか使うんじゃないこれ使わない農館農館うん3つ振って、はい、10か10以下か11以上でしょはいってくれたからあ、そうなの18だからどう考えたって10以下にした方が確率高い続けてなんで今のでもう分かったでしょ分かったから進めろよなんで正座するんだろうねしたいんじゃんああでうわぁ全部なるなんだよ超えてる超えてるあ、そうやってかけられないんだよいけこれおぉーすげえ。ほらもう一発でほらすげえ。働くのがバカらしくなるぜだろうこれバイトなんてやってらんねえから借金返らんねえしえあ、返られる返られる返られるセットバイプッシュじゃなくていいじゃん500だうんおぉーすげえ。いやいや普通に考えろってこれはどう考えたってこれ勝利するべきなんだよあ、そうなんだえ、そうなのあれそうだよ10以下か11以上そうで18、そうだね確かにだから1から8か、うん、1から、じゃね3、あれ3から10か3、4、5、6、7、8、9、10だな8つは同じだおいー散々言ったね多分これ聞いてるバカじゃん思いながら聞いてたんだろうな今まで勝ってるっていうねドヤーじゃんで、台にするっていうね、ここで台にすんのかよ、おーすげえ、ギリギリもうやんないはいもういいよ、2000もあれば十分だよ、こんなのいらねえ、こんなに使わねえじゃんすごいなお前ほら、ほらあ、これはバイトだあー、ええ体してんのうん、バイトバイトモグラ退治が一番効率いいし、早いああ、そうなんだけど、チョーハンの方がいいえ長飯の方がいい、ギャンブルの方がいいで、ペンキ塗りは、うん、あのいわゆるあのあ、わかるわかる一筆書きで進んでいくやつ、うん、はいはいはい鬼退治は鬼畜芸あ、そうなんだの、あの、ピンポンピンポンまあ、やればいいやあこれ、俺、多分できないからえできないのカーソルが鬼の頭の上にある壺に当たったらピンポンじゃねえあったらね進んであったら、ボタンを押してビー玉を投げてくださいうんうまく狙ってねこれね、難しいんだよ五右衛門ってミニゲーム何これ寝ちゃった、マジでこれ難しいんだってあ、そうなの入ってない入ってないまず距離もあんのこれ、うん、距離が、うん、マックスだとダメだし、うん、どこぐらいがいいのかわかんねえんだよ真ん中じゃないのほら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 全然ないでしょ1個しか入んなかったねうん10両80両払って10両だからねこれあらこれだからモグラ高木が一番いいってそうなの、うん、へえやるならね、はい、で失敗しないの前提のモグラ高木がいいようだからね、うん、あ失敗すると減点食らってめちゃくちゃひどいことになるまだやるのだからモグラ高木をまあ1回だけじゃあはいあの天気よりはもうやらないんで、はい、100両だからねモグラたたきうんああはいああ遅いコースと速いコースと、
どちらですか？それはもちろん早いコースで、だって賞金倍だもん。そうですか。デビスマルを叩いちゃいけないのに説明がないんだよね。ああ。説明しろよ、ね。十字キーとボタンでね。そうだね。うん、今デビスマルだからね。はい。紫。はいはい。あ。あ。ちょっと待って。あ、ちょっと待って。やべ。デビスマル叩きまくってる俺。無理。ちょっと色変えても。で、これ叩いたカードであれはない、うん、あれ、あ、その後待って、全部叩いてよ、さっき合計158両かける 5両かける2になってるから、うん、あ、全部叩いていいんだろうな。あ、だ、大丈夫なの？大丈夫みたいだね、みたいな感じで、うん、めちゃくちゃ嘘ついてんじゃん、もうやんないけどね、もう長藩の方が全然早いしね、これそうだね、158両しか稼げてないね、やっぱ働くことがバカバカしいね、やっぱり会話系はね、うん、何て言うかよくわかんないから、うん、あ、足速いんで気をつけてもらいますここは部屋合わせ、部屋合わせ、部屋合わせって何だっけ、やるのかよ。え、今回そういうあれでしょ。そうなの、別にいいけど。あ、なんだよ、神経衰弱じゃん。うん、めくれや。俺としては早くステージやって死んでいただかないと、こっちは俺何にもやることないし、いいじゃないか、おとなしく見てろよ、おとなしく見てろよってやつだってな。あ、ちょっと待って、これ狙いに行くんじゃん、ちゃんとコンピューターのくせに。当たり前じゃんなんでこれ神経衰弱じゃん、リアルな。お前神経衰弱得意でしょ。まあね、むしろお前俺より得意だよね。まあね、うん、え、マジですげえ。おお、すごい。え、もう終わり2回ずつしかやってねえじゃねえか。あ、取るまで、全部取り終えるまででないんだ。みっちゃんか、外れたよ。お、幽霊カード。全然意味がわかんないじゃんね。説明が全くないじゃん。ああ、コンピューターももらえるのかよ。ね、いいね。120人もらいました。クイズやった方がいいな、これ。そうだね。でもクイズやるよりは長藩やった方がいいな。やっぱり働くことがバカバカしくなりますね。あ、競馬だって。やったことないけど。入りくださいじゃねえよ。どこにかけるの？使う時で始まります。どんだけかけんの。ああ、ちょっと待って、なんか長押しなんだよねこれ。ああ、やめてほしいね。これスタートキーってスタートボタンのことか。うん、キーって言うね。おお、荒い、荒いな。豚が走ってるみたいだねああ、しねえよこんなことやってんだったら本当に長藩だよ。まあリアルでは競馬の方がいいんだろうけどね。そうなの。長藩ってだってさ、農官じゃん。しごらさいとかさ、やられたらたまったもんじゃないじゃん。あ、お、淡路だ。淡路、うん、あれ淡路って言うの。場所の話かも。ボスじゃん、中ボスじゃん。あ、そうなの。ここが中ボス、これこいつらが中ボスなの。タコ、タコ、タコが中ボスなの。タコが中ボス。へえ。これからまあでかいタコが確かに。うんうんうん。あ、でもここはヨーヨーが有利なんじゃないの。おお、タコだ、中中タコかいな。おお、これ弱くね。強くはないよ。ほら、タコがさ、うん、揺れてくんだよ。はい、微妙に。うん、これがムカつくんだよ。あ、タコってのはちっちゃいタコ。これちっちゃいの。ああ、また当たりにくんだよ。ああ、これで終わり。中国だな、背中、重いもん背負ってるさ、ジジイをさ、背中、後ろからさ、ぶん殴るってまずくないか。薩摩ね、俺当たったら食らっちゃうし。復活できるといいね。ね。ね、なんかいっぱい食べてるけどさ、後ろになんかタコまだいるしね。減らないね。うん。いいんだけどさ、ほのぼのしてて。はい。何分？14分？15分？あ、ちょうど。なんていうステキタイム。何測ってんの？測ってねえ。
今度は大和の国を目指す。大和の国ってどこ？大和武尊の国ってこと？ステージ4、打倒オタフク隊の巻。そろそろね、俺にコントローラーを持たせてくれないかな。ねえ、俺何なのこれ。え、これマジで出てこないの？死ぬ死ぬ。いや、いいよ、無理に死ななくてもいいよ、そういう。あ、じゃあ突るか、少し。え？突るか。てか、今回さ、ステージがなかったね。露骨な、なんかステージ、ダンジョンステージみたいな。あ、ボス、あ、そうだね。そうそうそう。まあでもさっきもほら、ボス一発だったし。あ、うん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 。よろずや、入っとく。え？超回復しろよ。突って死ぬんだろ？死なない死なない。あ、何あれ。ほら、残機、ブロマイド、1アップ。俺のね。うん。あ、もしかしたら俺の残機上げられるかもしれない。おお、ほら来た、ほらやったー、ほら来たっつって。ありがとうございます、ありがとうございます。かたじけのござる、かたじけのござる。とりあえずまあここで、うん、早く押してもらって。あ、ちょっと待って、よろずや入って。いや、今押せよ。よろずやに入れっつってんだ、早く。入ったら押せねえんだよ。早く入れよ。いいんで押さないから俺。はい、いや、一旦区切ろうかと思って。ああ、なんだね。わからないよ。切るから。あれね、わかったよ。はい、じゃあこれ一旦終わると思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。